沙織衆議院議員よりお願いいたします。神谷お町内の皆さん、ただいまご紹介をいただきました日本共産党衆議院議員の私、池内沙織です。いよいよ明日の投票日、北区の皆さんの命と暮らし、そしてこの国の平和がかかった大事な選挙戦です。どうか投票所に足をお運びいただいて、日本共産党の議席を大きく伸ばしてください。宇都宮明候補、勝ち抜かせてください。心からお願いを申し上げます。明日の投票日、暴走極まる安倍政権への厳しい審判を下しましょう。日本を戦争する国に作り変える、こんな暴走許されません。アメリカが引き起こすどんな戦争にも、日本の自衛隊が海外にまで出て行って殺し殺される、いつでもどこでもどんな戦争にも、日本の若者が海外に送られ殺し殺される、そんな国に日本を変えさせるわけにいきません。自民党と公明党は与党で大幅にもう方向性が一致したなどと報道がされていますが、とんでもない話です。公明党は平和の党などとどうして言えるでしょうか。そうだ、安倍政権の戦争をする国づくりに賛成をし共に推進してきた公明党、どうか皆さん騙されないでください。党を作って93年ただ一筋に反戦平和を貫いてきた日本共産党、宇都宮明候補、神谷の地域から勝ち抜かせてください。心からお願いを申し上げます。明日の投票日、暮らしと営業を壊す安倍自公政権の暴走に厳しい審判を下しましょう。消費税 10% への増税は先送りではなくきっぱり中止に、日本共産党は戦います。大企業と富裕層への行き過ぎた減税を改めれば社会保障の予算は作れます。社会保障を切り捨てから拡充の政治へ、この4月から介護保険料も値上げ、年金も値下げ、これでは国家的詐欺そのものです。皆様、安倍政権の国民魂、自民公明の暴走に明日の投票日厳しい審判を下してまいりましょう。日本共産党をどうか大きく伸ばして、皆さんの声がまっすぐに届く政治を切り開いてまいりましょう。北区にはお金があるんです。465億円のタレコミ金、このわずか30億円を組み替えるだけで足りない特養ホーム、認可保育園、十分に増やすことができるんです。日本共産党の提案に冷たく否決をしたのが区議会、自民党、公明党、民主アスカクラブなどの会派です。皆さん、どうか日本共産党を皆さんの声まっすぐに届けて戦い抜く宇都宮明候補、